くらいしようよ。進くん、麻生さんは？用事じゃないから、ちょっと聞きたいことがあっただけなんだ。ごめんなさい神岡くん。ほら鼓、神岡くんが迷惑してるでしょ。邪魔しちゃ悪いよ。行き詰まったのなら U ターンしてみたら。鼓、ほら行こうよ。去年の同級生のことで気になったことがあって、ちょっと聞こうと思ったんだけどね。進くん、2の A の星原さんって知ってる？そう、だったら仕方ないよね。ところで進くん、さっき私たちが部屋に入った時、ペンダントみたいなものを隠したでしょ。それ、見せてちょうだい。七角形だったでしょ。知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。それってもしかして清涼学園に言い伝えられているっていう例の。覚えてないの？1年前の事件。なんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でもアキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だからその話はもういいって。完璧に忘れてるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ、神岡くんはあの事件には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ今となっては。そういうもんかな。
昔からある清涼学園の七不思議の一つに主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。普通、学校に伝承される七不思議っていうと災難が訪れるものと異世界を垣間見るものに分けられるんだ。だけど、このペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓ってこういうことは詳しいの。興味はあるんだけど、前みたいなことが起きたら嫌だもんね。さっきも話したでしょ？1年前の事件。あの時、犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。その話はやめようよ、つづみ。もう、なんでそこまでやがるかな、この子は。ごめんね。だけど本当に嫌なの。まあいいわ。他ならぬアキちゃんの頼みだし。そこまで言うなら、この話はこれでおしまい。けど、それはするとして、やっぱりこれは君が持ってた方がいいよ。何が起こるか観察してみたいし。まあ、噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。まあ、進くんならペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだし。つづみ、言い過ぎだよ。そっかな。さーて、それじゃあ他のところを探してみますか。だな、さっきも言ったじゃない、麻生さんのこと。じゃあ進くん、そういうことで。あ、待ってよ、つづみ。
神岡くん、ちょっと相談があるんだけど、今いいかな？写真の焼き増しがうまくいかないの。手伝って、ね、お願い。ちょっと急ぎなの。ね、お願い。そう。じゃあ仕方がないわね。あ、ごめんね、邪魔しちゃって。びっくりした。神岡くん、どうしたの？え、私眠っちゃってたんだ。起こしてくれてありがとう。
私、つづみと待ち合わせしてたの。それで待ってる間に明日の数学の予習をしておこうと思ったんだけど。うん。あ、神岡くんは？忘れ物？私も安心して帰れるわ。